ジュビロ磐田31番古川陽介です。今回はキックフェイントを紹介します。はい、ありがとうございます。いい感じです。ただ31番なしにしましょうか。すみません、他のチームとの兼ね合いもあったりするので。ジュビロ磐田古川陽介です。今回はキックフェイントを紹介します。ぐらいにこれ絶対相手引っかかってんなみたいなのは気づき出して、うんうん、そっから結構自分の形っていうか、はいはい、高3ぐらいからでき始めてこうインサイドで引きずってるんで、うんうん、それは高3ぐらいからできました、はいはいはい、形っていうか、うんうんうん、本当に蹴るイメージでそのまま運ぶっていうイメージなんですけど、相手が足出してきたとこ一発で抜き切って入っていくっていうイメージです。紐の下のインフロントの下あたりでこう蹴るイメージからボールをそのまま舐めるっていう感じですね。この舐めるボールタッチっていうのは絶対練習しないとつかないですし、そこのボールタッチの感覚を養うっていうのがまず一番大事だと思うんですけど、普通にこう足の裏で運ぶ練習とかもありますし、こういう感じで、あとはこの連続でこういうのもやっぱ使える。試合で相手間来た時にこういけるとこっちゃうともあるんで、そうするとこういうなんかミスが起きないように正確にこう運べるようになることが結構大事かなって思います。リアリティがその方が増すと思うんで、自然に僕はそうなっていったんですけど、もうそっちの方がシュートモーションに近いくなるかなって僕は思います。出してこなかったら蹴るし、こう足出してくるなって思ったら変えるっていう、振り上げた時ぐらいですかね。体の向きとか見て出してくるなって思った時は変えて、これ呼んでるなって時はもうその足の隙間を狙ってっていうイメージです。試合でどんどん仕掛けたり、そういう気持ちの部分とかも結構僕は大事だと思うんで、そうですね、あと相手に自信持って仕掛けることが大事だと思います。